私はパニコ、21歳。とあるマンションで一人暮らしをしている OL です。先日、現代の輝く若い女性たちって雑誌コーナーのインタビューを受けてね、雑誌に取り上げてもらっちゃいました。日々の努力を認めてもらえた気がして、すごく嬉しかったな。今は仕事も順調だし、毎日充実しているんですが、就職するまでは正直ずっと辛かったです。両親が亡くなってから、私は会社の社長をやってる、おじのてる、おばののみの養子になりました。子供もいないしお金もある程度持っているということで、親戚たちに押し付けられる形で私を引き取ったんですって。だからおじ夫婦は私を邪魔者扱い。最低限の会話以外してくれず、私が使ったお風呂やトイレを汚いものを見るような感じで一別しては、チッと下打ちしているのを何度も見たこともありました。また、おじ夫婦は近所でだいぶ嫌われていて、私は学校で、お前の親やばいぞと言われながら嫌がらせを受けていたんです。嫌がらせがひどくなるのが怖くて、先生にも言えず。あの時はいつも、私の存在って何なの?と公園のブランコに座って、一人肩を落としていたな。そんな私に、ある日近所に住んでいた大人の人が声をかけてくれてね、話を聞いて励ましてくれて、その人が学校に電話を入れてくれて、なんとか嫌がらせがなくなったんだっけ。それからは、なんとなく学校でもやっていけるようになったし、自分にちょっぴりだけ自信がついたっていうか。ただ、これ以上おじ夫婦のところにいるのは辛いと考え、私は中学を卒業してすぐ、おじ夫婦の元を離れ、今の会社に就職したんです。そんなある日のこと、全然連絡を取り合っていなかったテルから、珍しく着信が入りました。もしもし、パニコか。お前見合いしろ。は?うちの会社の業績がガタ落ちしてやばいんだ。見合い相手は、パニコレグループの社長、イノ社長の息子だ。パニコレグループって、あの大手の?そうだ。見合いする代わりに、うちの会社と契約しろって言ったら OK してきた。これでうちの会社も一時的だが立て直せる。さらに、結婚が決まったら、会社は一生安泰だ。私、お見合いなんてしたくない。もしもし、パニコ?そこで、今度はナミの声が聞こえてきました。今まであなたを育ててやったのは誰か。わかってるんでしょうね。あなたに断る選択肢なんてないのはわかってるだろ。確かに、いやいやでも私を引き取ってくれたのは、この人たち。その恩義はもちろん、ないわけではない。ただ、これからずっとこんな風に言われるのはごめんだわ。そこで私は、わかりました。お見合いはします。ただ、結婚はしません。これで、育てていただいた恩義は全部返したってことにさせてもらいますね。ええ、それで構わないわよ。ねえ、あなた。ああ、とにかく見合いだ、見合い!ということで私は、いやいやながらお見合いに行ったのですが。よろしくお願い、申し上げます。見合い相手の男性森尾は、立派に膨れたお腹で、シャツのボタンがはち切れそう。緊張しているのか、ハンカチで額の汗を拭って見えた脇も、びっちょり濡れている。さらにそのハンカチを見ると、女児向けアニメの主人公キャラがプリントされていました。いやー、すみません。息子の森尾は話すのが苦手ですって。そこで井野社長が、私の見合い相手である森尾について話し出しました。森尾は普段、自宅でプログラミングやってるんですよ。趣味は読書で、自宅には森尾専用の書庫もあるんです。まあ、漫画も多くありますけどね。井野社長がそう言うと、私を見ながら森尾が、クイッと口角を持ち上げ、笑いました。うげ、やっぱ無理無理断ろう。もともと断る予定だったし、どうでもいいか。そして私は、この話を丁重にお断りしました。ところが後日、またテルから電話がかかってきて。はい、もしも。お前どうして見合いの返事を断りやがった。お前と森尾さんが結婚したら、うちの会社はずっと安泰だったってのに。お前は俺たちに育てられた恩を後で返す気か。ね、はい。それからもしばらく、テルから電話で怒られていたんですが、テルから発せられた言葉の数々から察するに、この人、パニコレグループとあっさり契約を結べたから、欲が出たのでしょう。冗談じゃない。言ってることコロコロ変えやがって。この電話で、私はテルとナミに絶縁宣言。
で、それからはテルやナミと連絡を取り合うこともなかったんですが、ある日のこと、仕事を終えて夜道を歩いていると、私の歩く速度に合わせて後ろをついてくる足音が聞こえる。この道は人通りが少なく街灯も多くないから、怖くて後ろを振り向くことさえできなかった私、角を曲がってすぐ思いっきり走り出しました。しかし次の瞬間、ギャッ、不覚にも転んでしまったんです。そして足音もまた私の方へ走ってきた。襲われる。倒れたまま恐怖にぎゅっと目を閉じると、大丈夫ですか？この喋り方もしかして。そして恐る恐る目を開けると、森尾さん、ごめんなさい、どうしても話したいことが。てか、もしかして私のことつけてきたんですか？どこから？会社から。会社？これってストーカーってやつ？思わずゾッとしてしまった私は、さよならと言って立ち上がり、早々に歩き出したわけなんですが、待て。森尾さんが私の手を掴んだのです。離して。僕、うまく話ができなくて、これを見ていただければわかるかと。そこで森尾さんがカバンからスケッチブックを取り出して開き、私にある絵を見せてきたんですが、これは、嘘。この時の衝撃はとんでもなかったです。私の眠っていた記憶が一気に蘇ってきて、衝撃の事実が判明したの。そしてこの時から私の運命の歯車が動き始めたのでした。で、半年後。あら、パニコじゃないのよ。なんと、ナミが現れたんです。さらにその横にはテルも。お前、俺たちの電話番号着信拒否してるだろ。何度も電話したのに。たく、恩をあだで返しやがって。今パニクレグループと契約を交わしてギリギリなんとかなってるから、それでもうちの賭けはやばいんだ。はい、私たち今まであんたにかけてあった金を全額返してもらおうとあんたに電話をかけていたのよ。このカバンよこしやがれ、財布入ってんだろ。やめて。なんとナミとテルは私のカバンを無理やり奪い取ろうとしたのです。だけどかわいそうな奴らだわ。もう少しで自分たちがどんな運命をたどるのかまるで分かってないんだから。そしてこの後、二人はこの半年で私に何が起こったのかと、自分たちがどん底へまっしぐらに落ちていくのを知ることとなるのでした。カバン離して。どっちが離せ。それか、おとなしく財布を渡せ。ナミ、そのままカバンから手を離すなよ。俺が財布だけ抜き取ってやるから。その時でした。いた！なんか飛んできた。これは、バラ？誰だ、バラなんか投げつけたのは。私は、タキシード仮面！は？森尾！か弱い女の子をいじめて、楽しいか。罪なき人々を魔力で炎する、悪党め、許さん。わあ、タキシード仮面様の名台詞だわ。さすが森尾、完璧に暗記してる。私がそう言うと、森尾は手に持っていたバラの花束を私に渡しながら、花屋に行ってたら遅くなってしまって、ごめん。今日の主役は君だ、セーラム。じゃなくて、パニコ。マリオさん、なんでここに？てか、これはパニコと私たちの問題なんです。放っておいていただけますか？マリオは、私の前に出て、テルとナミに向かって、大きく両腕を広げました。パニコに危害を加えるなんて許さない。右ストレートでぶっ飛ばす。わー、出たー。森尾は少年漫画も詳しいのよね。私、あの漫画の中だと好きなセリフは圧倒的に、甘ったれんじゃないよ、自分のケツぐらい自分で吹きな、かな。主人公の師匠のセリフだね。うん。それにしても森尾の影響で私もすっかり漫画やアニメ好きに。おい、二人とも俺たちを無視して盛り上がるな。そうよ、漫画やアニメに詳しくない視聴者もいるのよ。というか、私たちこれから新婚旅行なんだけど、あんたらの方が邪魔なんだっての。し
新婚旅行？そう、実は私と森は先日結婚式を挙げたばかりなんです。もう幸せいっぱいで、教会の祭壇の前で森尾と何度も見つめ合って。笑い合っていましたよ。実は森尾と私が初めて出会ったのって、あのお見合いの時じゃなかったんです。あれは10年前のこと。今日も学校でみんなに嫌なことされた。私はいらない子なんだ。君、泣いてるのか。お兄さん誰？知らない人にはついていくなって学校で言われてるんで、さよなら。待て、さっきみんなに嫌なことされたって言ってたけど、実は僕も会社で嫌がらせをされてて。え、お兄さんも？父さんの会社に就職すればよかったんだろうけど、親のレールに乗りたくなくて、その別の会社に勤めたらこのざまさ。僕はこんなだからみんなから気持ち悪がられていて。僕の話はどうでもいいんだ。君の話よかったら聞かせてくれないか。そう、同級生からの嫌がらせを受けていた私の話を聞いて学校に電話してくれたのが森尾だったの。辛い気持ちを払拭したいがために、この時私は森尾にいろいろ話していたの。あれから森尾と公園で会うことはなかったんですけど、会社を辞めて実家に帰ってからだったのね。あの公園で森尾はよく私に、私が美少女戦士になってるイラストを描いてくれて、君はいらない子なんかじゃないと、会うたびに何枚か絵をくれて励ましてくれていました。この間森尾が私に見せてくれたスケッチブックに、当時森尾からプレゼントしてもらった絵にそっくりなイラストが書いてあって、それで私は森尾が当時のお兄さんだと分かったんです。森尾は会社を辞めた後、座りっぱなしの在宅ワークをしていたため、昔よりだいぶ横に大きくなっていて、あの時のお兄さんだったなんて全く気がつきませんでした。そんな森尾と私が10年越しにお見合いをするきっかけになったのが、私のインタビュー記事が載っている雑誌を森尾がたまたま目にしたこと。私の名前は珍しいから、森尾の方はその雑誌の記事を読んですぐ、10年前に公園で会った女の子だと分かったみたい。でね、森尾は私に直接お礼が言いたくて、私のことを調べ始めたんですって。当時森尾自身も私の相談に乗り続けたことで、自分は必要とされてると思えたらしいの。助けてもらった私の方がお礼を言いたいくらいなのに、腸がつくほど話し下手なはずなのに、私のために学校に電話してくれて、彼にとってそれはとんでもなく勇気がいる行動だったと思う。私のことを調べている森尾を見て、井野社長が、森尾はパニコという女性が好きなんだと勘違いして暴走して勝手にお見合いをセッティングしちゃったんだとか。森尾はあんな性格ですから、父親の好意を無下にできず、さらに私に会えるのであればとお見合いに行くことを決めたんですって。森尾があの時のお兄さんだったと分かって以来、私はよく会うようになりました。私の方こそあの時励ましてもらった恩を返したかったからね。で、森尾と会ってるうちに、私は森尾の純粋さにどんどん惹かれていったんです。嬉しいことにそれは森尾も同じだったらしく、私たちはなんと半年で入籍しちゃいました。てか、これって絶対に運命よね。でかしたわよパニックを。突然ナミが私に笑顔を向けました。これでパニコレグループとうちの会社はこれからもズブズブの関係だ。今は成績が良くないが、パニコレグループさえ味方につけときゃ将来安泰。テルも興奮気味で私にそう言ったのですが、こんにちは、お二人とも。井野社長、お疲れ様です。私たちこれから家族ですわね。会社のこともどうか末永くよろしくお願い。今やってるプロジェクトが終わったら、君との会社との取引はなしにさせてもらうよ。え？パニコさんと森尾が付き合い始めた時に、あなた方がパニコさんに今までしてきた仕打ちについては全て聞きました。本当は今のプロジェクトも途中で打ち切りにしたくなったくらい胸クソ悪い話だったが、約束は果たします。ただ全てが終わったら、今後一切オタクとは関わらないつもりです。そんな、それじゃあ俺の会社はどうなる？知りませんよ。
だいたいあなたの会社はあまりに仕事が適当すぎて業績が悪いのも頷ける。そんなことより森尾、パニコさん、飛行機の時間に間に合わなくなってしまうよ。私の車で空港まで送っていってあげよう。猪野社長にそう言われて、近くに泊まっていた高級車に乗り込んだ私たち。そして車は走り出したんですが、ナミとテレが走って追いかけてきて、こんなことを叫んでいました。バーニコ、猪野社長を説得して。今まで本当にすまなかった。お前から言ってもらえばきっと猪野社長も考えを改め、うわと、なんとそこで二人は体をぶつけ合って転倒。車の窓から見ていたんですが、道端でうずくまって泣いている二人の姿はどんどん小さくなっていきました。その後、パニコレグループとテルの会社とのプロジェクトが終了し、テルの会社は倒産。最終的にテルとナミは二人で闇金に出入りするようになったんだとか。就職難のこのご時世、他に雇ってもらえる会社もなかったみたいだしね。結果、借金の返済ができなくなった二人は、お前がパニコを怒らせたのが悪いと罪をなすりつけ合って離婚。テルは漁船で、ナミは工場で、ボロボロになりながら働いてるそうです。さて、一方の私はというと、森尾と大きな新築一戸建てで新婚生活を満喫中です。結婚後も仕事は辞めていません。もともと働くのが好きだし、森尾もパニコには好きなことをやってほしいと言ってくれてるしね。本当、私のダーリンは理解のある優しい旦那様です。この間もね、ただいま。おかえり。ご飯用意しておいたよ。わー、ありがとう。これって、アユ？スーパーで売ってて。森尾は私のために毎日ご飯を用意してくれて嬉しいよ。パニコは外で仕事してるだろ。僕は家でやってるから、ある程度時間の融通も効くし。最初は慣れない中で一生懸命作ってくれて、そのうちどんどんお料理が上手になっていってさ、もう感動だよ。こんな時にはあのグルメ漫画の名台詞よね。人の心を感動させることができるのは人の心だけなのだ。ハモっちゃった。マリオと一緒にいると本当に楽しい。これからもずっと一緒にいようね。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。